この言い方は失礼に当たるとは思ってます。でも本心がそうなんです。ほいじゃちょっと喋ってみようかと、ほいじゃちょっと聞いてやろうかと、まだお客様が来られてるんで、ということなんで、僕は今日、その前に自己紹介しますと、あっという間に83歳になってすごいんですよ。最近物忘れが多くて、この間もね、僕まあ絵のようなもの描いてるんで必要の道具として筆がいったんですけども、筆という単語を忘れてしまって、で近くにいた若い人に木の棒の先に毛がついていて絵の具でこう線を引いたりするもん、あれなんだっけって言ったら、あっけに取られて、筆じゃないですかって言うんで、あ、そうそう筆やと。そういうのが大体もう僕の今の現状なんですね。足も今日テーピング巻いてます。そのくせ、昨夜も、1時ぐらいまでは酒場にいたという矛盾しておりまして、まあそんなことはどうでもよくて、今日近藤俊則さんの、普段はこんちゃんって呼んでるんですけどね、こんちゃんの、音残して作ったのか宇宙の端から集めてきたのかよく分かりませんが、その音とやはり、仲良くっていうか、もっと、いろんなことを、やってます中村達也と、それと音なんて口笛ぐらいしかできない黒田とが、何かをまあ今生きてるでっていうことなんでしょうけども、それを今日やってみようじゃないかと、それをやらせてもらいます。でその前に83にもなりました、自分が思う、音楽のことをちょっとだけ聞いてください。間違ったら教えてください。絵とか音楽ってすごいもんだと、芸術だとかおっしゃる方がおられますが、ほんまかいなと僕はちょっと思ってまして、もともとはいろんな意味で人間がお世話になっている自然がかわいそうな人間に教えてくれた慰め事が、絵とか音楽だと思うんですね。僕の思います絵というのは虹みたいなもんが絵だと思ってます。色なんていう言葉がなかった頃、絵の具なんていうものは夢にも思っていなかった頃に、お日さんが七色の虹を見せてくれて、それに興奮した人間がすごい年月をかかって赤い絵の具を作ったり、赤い花をめでるということも、知っていったと思うんですね。その一番最後の方にミケランジェロとかなんだか舌噛みそうな、嫌いじゃないんですけどもね、大芸術家と言われている方がおられて、そんなもん大したことないよと思ってるのがすごいでしょ僕、はい、音楽も一緒で、空気が
動いて風になって、その風がビューンとかですね、ヒューとかそよそよとか、素晴らしい音楽を僕らに教えてくれて、もっと言いますと静止している水にその風が当たってちょっと刺激を与えますと、ザブーン、ドブーンで、カモメの水平さんと来るような気がするんですね。その後に、ベートーベン大先生であるとかいろんな方が、現れて、芸術は偉い、偉い芸術は金にならないといけないと。若いアーティストの方もやはりお金に目がくらむ方がいいみたいに僕は見えてるんですけども、それだけじゃおまへんで、やっぱりおもろいのが、気分がいいのが俺は大事だと思うんですね。とよく近藤さんとか達也とよく喋ります。今ウクライナでくだらん殺し合いができてますのも、間違ってたら教えてください。所詮は金だと思うんですね。金なんか欲しいよ俺も。でもいいと思えばいいんじゃないですか。そろそろそのことにお説教してるんじゃないんですけども、気ぃつかないとやばいし、今自然に今しゃべりました絵とか音楽を知っているガキたちがすごい嫌なことを体験しないといけないと。自分は最後の小学校入学生です。1939年に生まれてます。第二次世界大戦と一緒です。年が、名前は本名で黒田清太郎って、出征兵士の兵ですね、清ですって。大阪の大空襲も知ってます。野坂昭之さんとよく喋りました。僕が敬愛する手塚治虫さんも大阪で空襲体験されて、それがメトロポリスとかの書かれる原動力になった。まあこれぐらいで話は終わった方がいいと思うんですけども、今日僕はこんちゃんと達也と何か遊び事ができるのがすごく嬉しいです。長い付き合いでした近藤俊則とは。かなりな喧嘩もさせていただきました。いいね、誰あんた。イエーイ、今夜やりましょう。
Thank you.
白かったです。ちゃんありがとう。ありがとうございます走るタイプです。それで理由はとかついてくるんです。そういう時代になってきてますね。はい、走るか。休んでから。それと近藤敏則の息子二人にありがとう。